女は知ってるんでしょ。私もこんな小説書いてみたいって。作家の女と読んでくれたんですか。愛した男、女房の翔子です。そしてその妻。俺はあんたが一番大事なんだから。どうして、ああ嘘ばかりつくんでしょうね。同じ男を分かち合う、共犯にも似た特別な関係、同志みたいなものかな。あなたを私一人のものにしたいと、できるとも思わない。誰だって家庭があろうがなかろうが、自分一人のものになどできないのだから。私出家しようと思ってるの。あちらにいる鬼。